こんにちは、レイセンです。今日は11月26日火曜日になります。絶食590日目、 EM 活性器開発は59日目です。天気は曇りですね。今日はなんか寒くなりそうです。睡眠時間は今のところ4時間半ですね。まあ、大体こんなもんだったと思います。と思うけどな。まあ、後でまた確認するんで、ちょっと前後するかもしれないです。尿回数3回ですね。現在時刻正午12時半ってところです。もうこんな時間だね。で、今日は、とにかくまた極地減量法でやっていけるようにしていきたいもんで、とにかくそっちにシフトするってとこですね。でそのためにはリラックスが大事だもんで、まあ、リラックスを心がけてやっていこうと思っています。そしたら、絶食590日目始めていきます。今日の1杯目作っていきます。スタイル1のオレンジですね。これを300で有機豆乳、有機豆乳がもうあとラスト1分しかないんで、もしかしたらまあ途中で買いに行くかもしれないですね。ミキト200ですね。これ200で、活性器、ベリー活性器あとこんだけなんで、まあ、これ全部使っちゃったらグリーン活性器だね。一番メインのね、グリーン活性器に、まあ、変えていきます。大さじ1杯入れて、であとこれカモミール&ルイボスだね。これマイボトル2ってやつのカモミール&ルイボスを入れたやつだね。で1日丸1日水出ししたやつです。ここにも活性器あと1回分ぐらいなんで、2杯目作ったらもうベリ活性器は完了って形で、次はグリーン活性器だね。で塩抜きますを 0.5g、しまった間違えた、入れる方間違えた、いかんな、いろいろ考え事してるとやっちゃうな。まあいいや、大した問題じゃない。あ、トーカミックスの方は1杯目は 0.5g じゃなくて 1g になっちゃったけど、これ2回入れちゃったもんで、こっちに 1g、 こっちに 0.5g ですね。まあ、1g の実験ができると思えばいいかなってとこです。そしたらこれ飲んでいきます。で次入れていきます。フルーツフェスタ、フルーツミックスを300、で、有機豆乳を200、あと活性液だね。もうこれラストになるんで、まあ、入れちゃいますね。大さじ1杯ないぐらいだね。まあでもめんどくさいんで大さじ1杯ということで、まあ、大さじの4分の3ぐらいだけど、で塩抜きます。 0.5 したら飲んでいきます。で次入れていきます。再生活100、グリーンスムージーです。これを250、有機豆乳を250、で、これ活性液だね、グリーン活性液入れ替えたんで、これ大さじ1杯、で塩抜きます。を 0.5したら飲んでいきます。次入れていきます。フルーツフェスタ、フルーツミックスを300と、それじゃあ明楽有機豆乳を200、買ってこないとないんだよね、これがラストなんで、で あと活性液、グリーン活性液を大さじ1杯
で、抜きます。塩を 0.5g、 そしたらこれ飲んでいきます。で次入れていきます。オレンジ、スタイル1のオレンジを300と、有機豆乳を200。あ、200ないのかな、200ないかもな。でも、あ、ないな、150だな。ちょっともう買ってこないと、どうしようかな。まあ、とりあえずこれ飲んでいきます。もう豆乳がないもんで、果物ジュースだけだね。フルーツフェスタフルーツミックスを300と、まあ混ぜちゃうけど、あとスタイル1のフルーツミックスだね。これを200、買い行こうかなって考えたんだけど、今外行ったらまだ雨降ってるね、ちょっとパラついてたもんで、それに寒かったんで寒かったんでやめといた。したらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんで、もう一杯フルーツミックス、これがあと700あるのかな、500、それ残り200だね。飲んできます。で次オレンジですね、残り全部入れていきます。300かな。いや、フルーツミックス、あれ原液で飲まない方がいいな、なんか体への負担がちょっと大きい気がした。あとね、香料の味が気持ち悪いね、あれ。香料の味。あれ良くないな。香料入れすぎだろ、あれ。って思った。そしたら、これ飲んでいきます。次。もうこれでラストだね。フルーツミックスを、スタイル1のフルーツミックスを、200かな、これ。多分200だな。これどうしようかな。まああと寝るだけかな、でも。必要なら買い行くしかないってとこだね。したら飲んでいきます。まあ1回で、これ、調整豆乳、キッコーマンの調整豆乳だね。これ見つけたもんで、もらってきたっていうか、拝借してきた。500、どのぐらい入ってるかわかんないから、まあ、あるだけってとこですね。調整豆乳久しぶりだな。したら飲んでいきます。残り入れていきます。調整豆乳はお腹の調子悪くなるね。飲まない方がいいね、やっぱり。まあ今日は他に飲むものないんで、飲むけどあまりおすすめできないかな。すぐお腹の調子悪くなる、これ飲むとね。すぐ来るね。そしたら飲んでいきます。おはようございます。今午前8時42分ぐらいですね。そしたら今日もいろいろ2回やってから体重測定入っていきます。
で、ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、66ですね。で、血圧測っていきます。112-73です。今日の結果報告です。今日は天気曇り、一時小雨で、あと夜に雨降っています。で、睡眠時間は4時間半ですね。午前1時半から3時半までの2時間と午前5時から7時半までの2時間半合わせて4時間半ってところです。ウォーキングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度、今日ちょっと昼測ってなくて、午後3時半頃計測で21度、湿度は 35% でした。で、飲んだもの、野菜ジュースは今日はゼロですね。今日取ってません。取ってないよな。取ってないはずだけどな。うん、で、豆乳が 1350ml。で、果物ジュースは2400ですね。で、水は300になります。で、合計が 4050ml。水300のため、実質は3750ですね。なので、今日は、3.75 リッター絶食だね。すごい中途半端だけど。うん。まあ、3.8 かな。3.8 リッター絶食だね。で、きなこ大さじ0杯。野菜活性系は大さじ3杯ですね。で、塩ぬちまわすは 2g 取ってます。で、まあ、混合活性器は、グリーン活性器だね。あれを使っていくことになります。で、尿回数8回で、コツは完全無色。あと、量は平均的な量でした。大便0回です。今日は出てません。おなら時々ありで、夜中に多く出てます。やっぱ、たくさん飲んだ時だね。果物ジュースとか、あと、調整豆乳とか、あの辺たくさん飲んだ時に、お腹の調子がやっぱり悪くなって、で、それに伴って、おなら、臭いおならが出るようになるってとこです。うん。で、今日の計測時刻は午前9時20分頃に計測しています。昨日よりも2時間と10分ほど早いですね。まあ、0.2 キロぐらいその分増えているってことになりますね。体重 56.45 キロ。昨日に比べてプラス 0.5 キロの増加です。なんで昨日と同じ時間に測ったら 0.3 キロの増加ですね。この 0.3 キロは調整豆乳が大きいんじゃないかなってとこです。で、BMI は 17.8 でプラス 0.1。体脂肪率は 8.6% でマイナス 0.3% の減少です。体重増えてるけど体脂肪率は減ってるってとこですね。で、血圧112-73、最高血圧プラス3、最低血圧マイナス5なんで、まあ、血圧はそう変わってないって見方でいいんじゃないかな。で、脈拍82でプラス12。脈拍はなんか異常に高いんだけど、今風邪ひいてるんだよね。夜寝てる時にね、なんか急に寒気が襲ってきた。夜寝てる時だっけ？寝てる時かな？急に寒気が襲ってきてね、風邪の症状が出てきたんだよね。あれ、寝てる時だったかな？夜中だったっけな？まあ、急に来たんだわ。今もうね、ちょっとしんどさがあるんだよね。頭がちょっと痛いっていう、軽く痛みがあって、あと重い感じ。で、あと体のちょっと寒気とだるさがあるね。そんな感じ。うん、ちょっと炭酸でね、炭酸を飲むまでは、この実験で炭酸飲むまではね、風邪ひいても、もうほとんど普段レベルっていうか、全然平気だったんだけどね。炭酸飲んでから悪くなったね。炭酸飲料。炭酸飲んでから急にもう風邪ひいたらしんどさが出るようになったもんで。だから炭酸はね、絶対飲んじゃダメだね。絶対飲んじゃダメ。うん。とにかく気をつけた方がいいね。じゃあ、風邪の時にしんどくなる。うん。間違いなくね。まあでもね、前回よりちょっと調子いいんだわ。風邪。この間引いた時の方がまだしんどかったもんで、今日はまだマシなんだよね。その時、前回に比べたらね。なので、良くなってはきてるってとこですね。で、一応まあ明日買い出し、明日ってか明日分だけど、これから買い出し行くもんで、じゃないともう冷蔵庫の中なんもないから、うん。んなとこですね。
で、その風邪がこの脈拍プラス12に、まあ、関与してるんじゃないかなってところです。で、ウエスト66センチで1センチの増加です。この1センチの増加は調整豆乳じゃないかな。やっぱ砂糖入ってるからな、調整豆乳。あれまずいね。調整豆乳は取らない方がいいな。で、今日の気づき。まずその調整豆乳だね。これ飲んだらね、ものすごい勢いでね、腸が汚れた。腸が汚れる症状っていうのかな。お腹がね、臭いおならが出てくる時の、腸がすごく調子悪くなる時の症状っていうのかな。うん、あれがね、もうすぐだね、すぐ飲んで、すぐ出るね、うん、腸がものすごい勢いで汚れるっていうね、そんな感じだった。で、あん中に砂糖も入ってるし、そこに添加物も入ってるからね、まあ、その辺が影響してるかもしれないってとこです。な、うん、ので調整豆乳は飲むと腸が汚れるっていうふうに見ていいと思う。で、腸汚れると、まあ、精神状態も悪くなる。今日もちょっと悪くなったんだわ。で、あと頭もちょっと悪くなる。まあ頭もちょっとなんか重くズーンとした感じになっちゃったもんで、うん、あとまあ髪の毛の方もね、ちょっとなんかやっぱりつむじのところだね、なんかヒリヒリ感っていうのかな、ハゲてく症状が出始めてきてるもんで、なんで調整豆乳はね、絶対飲んじゃダメだね。これは間違いない、絶対飲んじゃダメ。うん、ね、まあ、調整豆乳とか炭酸飲料はもう絶対飲まない方がいいね、うん、まあ、基本的に砂糖の入ってるものは避けた方がいいでしょう。砂糖と炭酸が入ってるものは避けた方がいいと思います。うん、まあ、そんな感じですね。あと果物ジュース、まあ、今日飲んだんだけど、果物ジュースもね、そのままは飲まない方がいいな、原液のまま。まあ美味しくないっていうのはまずあるけど、体にねすごく負担になった。あれなんか体がズンとするんだよね、飲むと。で、香料がね、きついんだわ。あれ、どんだけ入れてるんだっていうぐらいね、香料がめちゃめちゃきついんだよ。あれがちょっと気持ち悪くなるね。それが、有機豆乳と割ると、糖化ミックスにすると、香料のきつさとかそういうの分かんなくなって、で、体のしんどさもなくなるんだわ。不思議なもんでね。まあ、量配分っていうのがあるんだろうな。体はしんどくないし、あと果物ジュースだけだとね、もうガンガン入っていっちゃうんだわ。うん、だけど有機豆乳で割ると糖化ミックスにするとまあいい感じにまだいけるもんで、うん、味も良くなるし、まあ、腹持ちも良くなるっていうか、お腹の状態も良くなるし、うん、香料とかのなんかきついまずさっていうのも、そういうのも消えるから。なので糖化ミックスにして飲んだ方がいいね、やっぱり果物ジュースは2対3でね、うん、分かった、もう分かったね、うん、調整豆乳とか炭酸飲料とかはもう取らないで、果物ジュースも原液では取らないっていう形だね。やっぱり今まで通り豆やミックスを糖化ミックスでやっていく、それが一番いいってとこですね。まあそんなところかな。うん、とりあえず明日は、まあ、ちょっと体がしんどいんで、ゆっくりしようかなと思ってます。買い出し行って、で、まあ、帰ってきたら、またゆっくりするってとこですね。まあ、特になんか、まあ、少なくとも頑張ることはしないんで、うん、急に来たでな。うん、この火、電気ストーブももしかしたら関係あるかもしれないけどね。一応まあ加湿はかけてるもんでと思うけど、やっぱこういうので乾燥させるとね、やっぱかかりやすくなるっていうのはあるよね。まあ、そこはしゃあないでとこですね。そしたら、絶食590日目完了です。それではまた明日。